ウエストが気になる方は今回のエクササイズがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの8回でウエストをしっかり引き締めることができるサイドプランククランチというのを紹介します。最大のメリットとしては、外腹斜筋にしっかり効かすことができます。負荷がしっかり上がりますので、少ない回数で効かすことができます。足痩せにも効果的なプランクになります。メリットとしては、腹筋しっかり効かすことができます。息しっかり吐くことで腹横筋を鍛えることができますので、お腹をねしっかり抑える力がつきますので、お腹引き締めに最適です。ウエストにくびれを作ることができます。で、内転筋にしっかり効きますので、足痩せしたい人、足がムキッとしてる人、そういった方にはおすすめです。デメリットとしては、内転筋が弱い方はですね、そもそもサイドプランクができない場合があります。体が持ち上がらないという場合があります。肘をつきますので、硬いところですると肘が痛かったり、または肘が擦れてしまうと肘が黒ずんだりするというデメリットがあります。腹筋が弱いとですね、体をただ動かすだけになっちゃうので、腹筋が弱いと少し効きにくいです。一回ずつとにかく力を入れながら行ってください。ではやり方を説明します。はい、通常のサイドプランクというのは、まあ、こういった形をとります。こっからまあ足を上げるとか、足を動かすとか、いろんなサイドプランクがあるんですけども、今回は外腹斜筋にしっかり効かすために、上の足だけで体を支えます。下の足は持ち上げておきます。こっから手は頭でしっかり、ここを意識してグッグッと肘と膝を近づけます。この時にポイントは、お腹を締めるんですけども、首から上だけで迎えに行かない、首から上でグッとせずに体を丸めたことによって近づくっていうイメージです。反対も上の足だけ置いて、足を浮かしておいて、手は頭で体で迎えに行かず、下の外腹斜筋を締める感じで効かしていきます。これを左右8回ずつ、息を1回ずつしっかり吐きながら行ってください。体を戻したら息を吸います。とにかくふーっと吐きながら、下側の外腹斜筋を効かしてください。では、一緒に8回ずつ頑張っていきましょう。いきます。はい、反対です。しっかり足を抱えて、しっかり締めてください。いきます。はい、お疲れ様でした。外腹斜筋をね、しっかり鍛えることができれば、腹筋の横にね、溝ができて、あとは横がキュッと締まってきますんで、まあ、ぜひね、腹筋してもお腹が締まらないよって方は、腹直筋を使ってしまってる場合がありますんで、今回みたいに外腹斜筋をやってみてください。で、しっかりね、お腹を引き締めたいよって方は、通常のプランク、腹直筋、外腹斜筋、それぞれね、組み合わせて1個としてやることが、まあおすすめです。まあ、サイドのメリットとしては、外腹斜筋にしっかり効いたと思います。まあ、回数がね、少なかったよって方は、まあ、10回とかを3セットするなり、やってみてもらえたらと思います。まあ、メリットとしては、腹筋、腹横筋、内転筋、ウエストに引き締め効果があります。まあ、内転筋弱かった方はですね、体が持ち上がらなかったかもしれません。そういった場合はですね、両足ついて、まずは上半身だけ動かしてください。で、腹筋が弱い方はね、ただね、肘と膝をこうやって動かしてるだけになるんで、逆に背中に効いてたりもすると思います。とにかくお腹に力が入れば入るほど、早く疲れますから、お腹にしっかりね、力を入れて、1回ずつ上手に効かして8回、またやってもらえたらと思います。ということで、今回はサイドプランククランチでした。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。SNS されてる方は、ぜひシェアして、チャンネル登録を増やすことに貢献してください。ありがとうございます。今日もご視聴ありがとうございました。